和風の世界観を大切にしたチームです。よさこい騒乱に落語や講談のような古典芸能要素を取り入れた音楽自身の演舞をお楽しみください。それではよろしくお願いいたします。木更津の皆さん、こんにちは。宇都宮彩と申します。私、木更津大好きでよくバイクで来てます。今日は皆さんを盛り上げたい一心で来ました。どうぞ楽しんでいってくれればと思います。我々の曲テーマが絵描きなので墨が記す姿を皆さんの心で見ていただければと思います。それでは演舞を始めます。我賭けには望むものなり、いつも長屋墨影の馬
はい、皆さん、ありがとうございます。